よし、今は帰りだろ。どっか寄り道してこうぜ。悪い、今日は急ぎの用事があるんでな。先に帰るわ。そうなのか。じゃあ今日はやめとくか。ちなみに俺が急いでるのは誰にも言うなよ。バレるとまずいんだ。なんかやべえことでもしてんのか。内緒。じゃあな、ラク。バレるとまずいってなんだ。まさか犯罪。いやいやいや、そんなバカなことはさすがに怪しいわね。うわ、宮本、聞いてたのか。あれが普段何をしているのかは知らないけど、あんな風に露骨に一条くんを避けるなんて、何か企んでるに違いないわ。あ、そうかな。あのバカの行動はいまいち読めないし、いい機会ね。一条くん、尾行するわよ。尾行？俺がか？あなたは知りたくないの？彼が何をしようとしているのか。そうだな。そういえば、俺もシュウが普段何してんのか知らないな。つうか、あいつばっかり俺の情報を握ってるような気がするぜ。じゃあ行きましょう、一条くん。あれに日頃の報復を与えるためにも。おう。ちょっと、執念深くて怖いぞ、宮本。いたわね。ここからは慎重に距離を取って尾行するわよ。さっきから行ったり来たり、一体何をしているのかしら。誰かを探してるとか。それも急ぎで。一体どういうことかしら。ん？やべ、気のせいか。ラクとルリちゃんの気配がしたんだけどな。なんとかごまかせたか。でも驚いたわ。なぜ私と一条くんだと思ったのかしら。あいつ妙に鋭いところがあるからな。油断すると見つかっちまうぞ。残念、もう見つけちゃったよ。え、お前いつの間に。ラクもルリちゃんもまだまだだな。つうか、モロバレプププー。モロバレっていつから気づいてたんだよお前。二人が校門で話してたあたりからかな。ほとんど最初からじゃねえか。最初から全部知ってたわけね。まんまと一杯食わされたということかしら。いやー、ああやって意味ありげに言えば、ルリちゃんも俺に興味持ってくれるかなーってね。じゃあお前、急ぎの用事も嘘かよ。だって本当にまずいことだったら、あんな場所でしかもルリちゃんに聞こえるように言うわけないじゃん。でもこんなに必死に追いかけてきてくれたってことは、もしかしてルリちゃんってば俺のこと。やべー、ドキドキしてきちゃった。そうね、これで私も自分の気持ちに気づいたわ。え？宮本、まさかお前本当に。ええ、認めてあげるわ、舞子くん。私があなたを意識していることを。え、マジで？ええ、今私はあなたのことを、この手を汚してでも消したいと思うくらい猛烈に意識しているわ。あれ、もしかして怒ってる？つうか、カバンから何取り出してるの？クマをも倒す痴漢撃退グッズ、ようやく役に立つ時が来たわね。いやー
なんかバチバチ聞こえる。ダメだよルギちゃん、そんなの使われたら。って無言でこっちに向けないで。はぁ、あ、時間の無駄だったな。帰ろっと。ラクさん、ちょっと置いてかないで。安心しなさい、痛みは一瞬のはずだから。多分何でもするから許して許しておくれやす。ん、メール、ちとげからか。ラクエ、最近あんたちょっと冷たくない？私なんかしたかな？自分で言うのもなんだけど、心当たりがありすぎて。本当ごめん。もし何か嫌だって思うことあったら言ってよね。一応とはいえ恋人だからちゃんと聞くし、直すようにするからさ。じゃあまたね、ちとげ。そういや最近あんまりちとげと話をしてなかったかもな。クロードたちに怪しまれると厄介だし、もう少し気にかけていかねえと。グッモーニングダグ。なになに、今日は一人なの？なんだよ、悪いか？いやいや、こうやって男同士の濃厚な時間を過ごせるのは実に嬉しいぞ、親友よ。気持ち悪い言い方すんなよ。にゃっはは。つうわけで今朝は俺とたっぷり語り合おうぜ。ぎっ、お前また学校に来てたのか？うん、ここは賑やかで楽しいからの。それに今回はお主に迷惑をかけぬようずっと美術室におったんじゃぞ。偉いじゃろ。そいつはありがたいけど、何して遊んでたんだ？ふん、これじゃ。これあいあい傘だよな。俺と誰？人間には読めぬか。それでおたまと読むのじゃ。今朝テレビで見てな、あいあい傘を書くのは仲良しの証なのじゃろ。お揚げをくれるラクとお揚げを食べるわらわはまさに仲良し。じゃからあいあい傘なのじゃ。あー、いたいた。ずっと探してたんだからね、ダーリン。お、これはいかん。のっちとげ、それに立花につぐみまで。あら、このあいあい傘は。ああ、いや、これはラクと誰だ。見たことのない文字だな。そうね、でもこっち側に書いてあるってことは少なくとも女の人よね。一体どういうことかしら、ダーリン。いや、それはなんというか。一体どこの馬の骨なんです？さあ早く教えてください。誤解だ、別に深い意味があるわけじゃねえんだって。ねえ、これ以上嘘をつくな。ここに動かぬ証拠があるのだぞ。桐崎さん、津久美さん、今本田に取り調べ室を確保させましたわ。話はそこでゆっくりと。ふん、グッジョブよマリカ。覚悟しなさいダーリン、浮気なんか許さないんだから。後で説教だからな、オタマ。一緒に帰ろうぜ。ついでにどっか寄ってくか。
ああ、そっすか。案外、やることないな。お前とは幼稚園以来の付き合いだからな。大概の遊びはやり尽くしたし、ゲーセンもカラオケも二人じゃな。かといっていつものように飯食って食べるのももったいない気がするし、なんか面白いことねえかな。よし、ナンパをしよう。はあ？お前とやってないことって言えばナンパくらいだろ。ここは新たな出会いに心をときめかせて、荒涼とした人生に潤いを持たせようぜ。別に俺の人生は荒んでないんだが。そりゃお前には可愛い彼女がいて、他の女子に片思いしてると思いきや、婚約者っぽいのにも迫られてるもんな。それはそれは大層充実した人生をお送りでしょうけど、俺にはそういう相手がいない。お前にこの寂しさがわかるか。俺を救えるのか。ああ、変なところでいじけやがって。つうことでレッツチャレンジ。何かあったら俺が責任取るからさ。ほら向こうに女の子もいるし、早速声かけてみようよ。楽は会話のきっかけだけ作ってくれればそれでいいからさ。きっかけって俺だって初対面の女子になんて声かければいいのか。とりあえず褒め倒しておけばいいんだって。ほら行ってこーい。くそ、強引なやつだな。ちゃんと責任取れよお前。任せるって。ほら、どの子にアタックする？しょうがねえな。そこの綺麗な髪飾りをつけたお嬢さん、ちょっと時間ないかい？まあまあ、ラク様？で、立花、お前だったのか？もちろんありますわ。ラク様がナンパなんてするとは驚きですが、その上で私を選ぶなんてもっと衝撃的です。ラク様のためなら時間なんていくらでも作りますわ。だってこれからは夫婦ですもの。夫婦？さあナンパした勢いで役所へ行きましょう。そのまま婚姻届にサインして式場へ乗り込みましょう。ラク様の気が変わらぬうちに。落ち着け落ち着け落ち着け。これには複雑なようで単純なわけがあってたな。事情はどうあれナンパは事実、父にも報告しなくてはいけませんわ。やめてくれ。ああ、ラク様、お逃げにならないで。はあ、えらいことになっちまった。ほんとナンパなんてやるんじゃなかったぜ。おいしゅう、悪いけど今日はもう。あれ、シュウ、どこ行ったシュウ？舞子くんならここよ、私の足の下。まさか声をかけたのがルリちゃんだったとは。深く深く。シュウ、しっかりしろ。他人の心配なんかしてていいのかしら一条くん。え？聞いたわよ。あなたもこのクズと一緒になってナンパごっこしてたんですって。うわあ、シュウてめえ。いい夢が見られるといいわね、一条くん。結局こうなるのね。これお前といつもやってるオチだよな。
よし、綺麗になったな。で、なんで俺は宿題をやらずに部屋の掃除なんかしてるんだ。いわゆる現実逃避というやつじゃな。うやべ、寝る時間がなくなる。おはよう、一条くん。あ、おはよう、小野寺。この時間で会うのは珍しいな。うん、ちょっと家の手伝いしてたら遅くなっちゃって。そっか、えらいな、朝から手伝いなんて。ううん、全然そんなことないよ。あのさ、このまま一緒に教室まで行ってもいいよな。もちろん、嬉しい。いや、違う、そうだね、教室まで一緒に行こう。